始めましょう。みんなで宇宙英語。環境や家計に優しい宇宙英語情報。今回は冷蔵庫をテーマにエコをご紹介します。片時も休まず動いている冷蔵庫は家庭での消費電力の約 16% を占めています。上手に使って無駄な電気を省き、家計にも環境にも優しいうちエコを始めてみましょう。熱いものは冷ましてから入れましょう。それではこちらの VTR をご覧ください。あ、お腹すいたね。ご飯まだか。はい、できたよ。お待たせ。やったカレーだ。お腹すいたよ。今日のは自信作よ。特製のスペシャルカレー。すごい。何が入ってるかは食べてからのお楽しみね。早く食べよう。あー、美味しかった。お腹いっぱい。あ、お腹いっぱいだね。お腹いっぱい。さあ、じゃあお腹いっぱいになった後はお片付け、お片付け。さあ、流しまで運んで。はい。はい、落とさないでね。大丈夫？ああ、お父さんまだかな今日。もうカレー冷めちゃうじゃん、せっかく温めたのに。あ、電話来た来た。もしもし。あ、俺だけど、会社の接待入っちゃって今日飲み会だから遅くなるから。また？もう今日せっかくカレー作って待ってたのに。おお、カレーか。カレーは翌日の方がうまいからな。残しとけよ。じゃあな。もううまいこと言って、いつもパパがばっかり飲み会じゃん。はあ、もういつも気合い入れて作るとこうなんだから、もう知らない。はい、カレーさん、はい、バイバイ。あー、お母さん食べよ。あったかいものそのまま入れちゃう。あったかいものを入れるとね、冷蔵庫の中あったまっちゃって電気代が上がっちゃうの。節約節約。あ、そっか、そうだね。じゃあ出すか。冷蔵庫さん、熱い思いさせてごめんなさい。カレーやシチュー、麦茶など温かいものはそのまま冷蔵庫に入れていませんか？冷蔵庫の中の温度が上がり、余分な電気が消費されますので注意しましょう。冷蔵庫を効率よく冷やし、消費電力を抑える方法を考えてみましょう。一つ目は、周りに適度な間隔を空けて設置することです。冷蔵庫の周りに間隔が空いていないと放熱がうまくできずに、冷蔵庫の中がなかなか冷えません。適度な間隔を空けて設置しましょう。直射日光が当たる場所や電子レンジやガスコンロなど温度を上げるものがある場所は避けて、涼しい場所に設置しましょう。涼しい場所に設置した場合の効果を見てみましょう。年間で電気代を約1400円節約できます。また二酸化炭素の排出量も約 22kg 削減できます。続いてはエコ豆知識のコーナーです。この浦がお伝えします。皆さんはこのエコキャンドルをご存知でしょうか？節電が重要になっているこの夏こそエコキャンドルの出番です。ご家庭でも簡単に作ることができます。こちらが作り方を簡単にまとめたチラシです。このチラシは環境生活課に用意してありますので、お問い合わせください。また市のホームページからダウンロードすることができます。なお、妙高チャンネルでは7月に入って作り方をご紹介した特集をお送りします。お楽しみに。以上、エコ豆知識のコーナーでした。皆さんもぜひ今年の夏はエコキャンドルを灯しながらライトダウンに取り組んでみませんか？次回も家庭でできる省エネをご紹介していきます。始めましょう。みんなでうちエコ。